まずは感謝を述べねばなるまい実にすがすがしい結末だった見ていて胸がすくうとはまさにこのことだ胸がすく胸がすくと言ったかアルキメです一人の英霊の終わりを見て 生成したと言ったともここまで理想通りに計画を進められたのは初めてだからなそして同時に決着でもある前回の世界の功績かレガリアはついに統合され英霊の真似事をして動き回るアルテラも消えた。 ごきげんよう皇帝陛下そしてムーンセルに選ばれたマスターよ。 その通りだが無茶を言わないでいいでたただきたい笑って何が悪いむしろ笑うところだろうあれは抜群に抜群に面白い見せ物だった私はこう見えても芸術にも理解のある数学者だだからこそ高らかに論じようまさに最高の喜劇だったと あれを救う願い希望破壊のみで構成された先兵に悲哀を求めるとはありがとう諸君おかげで私もコメディの真髄に触れた思いだ笑いとは理解及ばない愚行から生まれるものだとね貴様 だが残念だそれほどの命演も無意に終わっただからこそ私は問いたい貴様は言ったな今度こそアルテラを救うと私のたくらみを阻止するとハはハはハは大爆笑だ思考が冴える 大口を叩いておいて結果はこれだ何が変わった何か変わったかね破滅の結末は何一つ変わっていないというのに貴 <noise> 様らはアルテラをほ出し味方に引き入れたと言いたいのだろうだからこそ軍神の剣があると。 だがねアルテラと対話し軍神の剣を譲られ石室に眠るセファール先兵の本体とも協力し合える結果になったと <laughs> <laughs> バカめ本体などとっくに処理済みだ全ては貴様たちのおかげだよ ああ、セファールはむしろ邪魔者だった。あれがある限り、星船は私の制御下に置かれないのでな。だが私一人ではセファールを処理できない。奴が自閉モードに入り、唯一の意識であるアバターが隙を見せない限りは。わかるかねその隙を作ったのは貴様たちだ。 <laughs> 喜べまさに貴様たちこそがセファールを倒す最後の要因になったのだ。 もうよい。黙れ。もはや貴様には、一辺の恩情も、一辺の理解もないと知れ、歩き目です。貴様が中されるのは、不敬のためではないぞ。要は<う>、許さぬ。ああ、許さぬ笑ったな。貴様は、奏者の決意を。 アルテラの涙を愚弄したその罪その後今日の寛大をもってしても許されぬとしれはっ <laughs> もう喜劇は十分だこれ以上となればいささかくどいぞ無能の皇帝よもやここで私を倒せるとでも 貴様を討ち優勢の欠片もいずれ破壊してくれるいずれか態度の割には謙虚じゃないかなあに遠慮する必要はない今ここで私が終わらせてやろうそらお望みの者のが来るぞ 言っただろう、破滅の結末は変わらないと。貴様たちの活躍によって優勢の欠片星船は私の制御下に入った。これこそが暗黒の宇宙より来たる放棄星。あらゆる文明を終焉させるハーベスター。ボイドセル集合体。ベルバーだ。 すでに動かしていたのか貴様そうともかつてこの月に落ちた幽星のかけら未明領域が封じていた槍の穂先だセファールによる文明破壊に頼るまでもないこの圧倒的な量子質量をもって事を成す 船はセラフの7層全てを打ち破りムーンセル中枢に侵食し同化するそれで終わりだ所詮レガリアの統合など妥協案に過ぎんより直接的かつ効率的な手段が今まさに1万4000年前の栄光を再現するのだからな よ我が剣に力を星しのコントロールはアルキメデスが握っているであれば奴を倒せば多少の軌道は変更できよう「続いてくれ」と「壊れるな」と「アルテラメは酔え」と言ったのだ 一度ならず二度までもこのネロクラウディウスは役上をたがえぬここで我らの花は散らぬここで我らの炎は消えぬ奇大の天才アルキメですよ貴様の企みはここで世と奏者が切り伏せる <laughs> それこそ望むところ人間の営みは私が否定するたかが英霊蓄積された人間の記録ごときがベルバーを前にどこまでやれるものか私に見せろそして <laughs> 星々に愚かさを証明するがいい。この星の地生体は一万四千年前から何も成長しませんでしたとなそこまで人を否定するか。我が魂こそは元初の炎。熱く盛る映画繁栄を誘うバラ人の有する無限のサイト、果てなき情熱。 その具現こそ英霊としての世であると知る滅ぶのは貴様だアルキメデス 剣は星のごとくレガリア所持者とそのサーバントやはり優勢の化身に匹敵するようだなはっはっはったやすい,実にいはっ,これ直ったいはっ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  とチルザイは問わな不愉快だな実に不愉快だ調子に乗ったアホほど頭にくるものはないな調子に乗るなこれだからアホどもははぁっ,はっ,はっ、えー、ふっ,ふっはっはっえーレカーなんのふっはっ読めないんなんだこの展開なれないものだ 《こればかりはこんなところで消えるものか!》 ま、での力かな,んなんだなんだというのだネロクラウディウスお前たちはなんだ統合された月の王権それだけでここまでの力を持つものか私は全ての貝を持っている。 貴様たちの魔力量もも霊気も把握している完璧だ完全だ我が縁は崩れていない正確に正確に精密に貴様らを消すに十分な出力を優勢から引き出し我が宝具に込めたのだそれを学士よ今の貴様にふさわしい言葉がある「机上の空論」とな。 なんだと言ったであろう世の才は無限情熱には果てがなくどこまでも輝くとこれがたかが英霊の力である命の螺旋と記憶の連綿人類に選ばれたものを侮ったなアルキメデスうまっ 抑止力だとでも言うのかいやそれはこの宇宙の話優勢は星々の法則をさえ超える貴様は未だ勝利などしていないいい気になるなよバラの暴君空を仰げ貴様たちは何一つ掴んではいない そうじゃよレガリアであの船のコントロールは奪えぬか 止めねば、ならぬならぬがあれを直接叩くには。 空行くスキルか遠隔の攻撃手段が必要かそれを有する者たちを集めるにせよしかしそれはあくまで手段レガリアなくしてあの星船の装甲を切り崩せる火力は。 そうだ <laughs> 理解したか斧が無力にむせべ絶望を叫びながら死ぬがいいお前たちではベルバーの殻は破れない地球に端を発する文明ではこの異性の構造体は破壊できないそれは絶対の法則だ <laughs> 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 さあ滅びの時だ集客の時だ本来の役割を果たすがいいベルバー今こそまさに一万四千年前の接触を晴らす時だ なっああ それは…いやいや貴様はアルテラかセファールではなく、うんうん、封印した完全にだなのになぜ動くなぜ 動けるセファール貴様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 サーバントだけでは飽きさらず本体までも私に優勢に反逆するというのか自らの存在の基礎とも言うべき星船のかけらを貴様を生み落としたに等しいものに だがどうやって私の体状拘束宝具からどうやって抜け出したというのだ おはようございます。朝ですよー。アルテラちゃん起きてますかー？っ <laughs> 起きてるわけないわよね。<laughs> 見つけた。セファールいいえ哀れな哀れな。アンチセル。 この世界でもあなたは救われないのねまあいいとこまで行ったみたいだけどその隙にアルキメデスに封印されちゃうなんて最強無敵なはずのアンチセル様が一体どうしたのかしらまた小豚で頭がいっぱいだったとか わわれないわ本当まるでどこかの誰かさんみたい前回はあなたが先に消えて今回は子豚かねえどういう気分なの未来が真っ暗だってわかるのって怪物と人間の恋ちょっとだけ期待したんだけどまあ いいわあなたが眠ったままでいるなら予定どおりセファールの力をいただくわ新陳代謝はエーコ盛衰モードはいつでもブラインドニュー エイリアンの血とかちょっとだけ怖いけどもうあたも優勢属性なわけだしまずくてもまるっと私のものにしてあげるだってそれが一番の近道でしょ私が強くなればそれで解決だものアルキメデスも優勢本体も串刺し斬殺フルコースよ あ,あでもそうなったらあたしも大きくなっちゃうのかしらステージとか作り直しなのかしらまあ、今でもライブ会場に収まらない魅力なわけだしそうなったらなったで考えればいっかこれも新色ダークアイドル活動の一環よね それはそれとしてこの鎖邪魔なんですけどいっか切っちゃえよしこれで自由にこいつの体に触れるわあとは血を吸ってあたしの下僕に でもどこに噛みつこうかしらこいつ無駄にでかいし首筋は硬そうだし胸もぺったんこだから硬そうだしやっぱり二の腕が妥当かしらそれとも手首をスパッと切ってとりあえず血液だけでも飲んでみてあれ なんか暗くないあいつめっちゃあたしにらんでないというかもうあたしまってないとりあえずお礼は言っておきますねエリザベートそれぐらいの感謝はありますからあえー、っとこれってドッキリ いやだわ冗談よ冗談ほらあんたとは喧嘩ばっかりだったじゃないだから仲直りしようかなって <laughs> そうですね怪物同士私とあなたは同類ですですのでこれぐらいで済ませてあげます あ,あ,あの低級サーバットが <laughs> 理解、把握。いや、ダメだ。私には理解できない。なぜ、なぜそうなる エレーたちもセファールも予想外ではあっても理解の範疇、修正対象ではあったたのにあれは何だどういう計算で動いている計算がないあれの行動をトレースするための数式はないないのかそんなはずがあるか 卑しくも優勢に選ばれたサーバントだろうがこの私と同室の力を得ておきながらこうも私の計画を駆けみすのかあの愚か者はっ <laughs> 最終的解決を行うほかにない逃げるか優勢の学士ヨトの決着はまだついていまい決着はつける いや少し違うなこれより全てが解決する大地が揺れるベルバー2システム再起動を確認。 機関全力機関全力戦隊を原姿勢で維持したまま推進力理論最大値にまで上昇分身開始なんと強引にも程がある よもやこの領域ごと急数まで落とすのか アルテラよくぞ救いの一撃をもたらしてくれたヨたちがアルキメデスと戦っていた時貴様も戦ってくれていたのだな自らと深く結びついた幽生のかけらにアーマで見事な一撃をその覚悟その意志確かにヨは見届けた お様は…今誰より正しく英雄だここで休むがよい最後の締めは世と奏者が引き受ける既に手段は借り受けた これよりフルーは世の力にあらず最も古き力にして最も新しき力星々の海を滑目して見るがよい ああ、そうだな奏者聞けはるかな信頼の日々にありし者たちヘンピレオオリンポスの神々よ世に力を貸す時だアルテラのかくなる剣を触媒として世の災と情熱炎と燃やして形を成せ むとはいえアルテラメのような戦の力ではないぞマルスになぞ全く用がないからな戦の力は世には合わぬ世にとって信じるに足る力世が至上とするものは愛の力だ 本当のところはミューズが良いが、こと音楽ではこれは倒せぬ。であれば。うむ、ん、やはり権限すべきはウィナスだな 相性は何事にあっても重要だぞ奏者さあ世のもとへ来るがいい金星の女神ここで世に力を貸すことを許す存分に。 1万4千年前の雪辱を晴らすがよいさあ輝きの幕はこれより上がる 我が纏うは生命参加の光咲き誇り愛の日々を歌う白きバラマグヌムなりし情熱をここに星々の舞台にて舞う金星の兜をここにこれなりし姿をもって世はひとたびクラスを変えようすなわちは なぜそこで困るのだ、奏者よ。月と神と幽霊、そして世とそなたが一体となった姿だぞ何を困る必要があるものか世は感想を求む ん,んということだ。 そのだなすべて声に出しておったぞそなたあ、うむ、ん、こうも極まった局面で褒めちぎられるとよ世もささすがに本の厚さが抑えきれぬうむ、ん、今は加減するがよい だが…嬉しいのでもっと続けてほしいあハハどうすればいいのだよあとそうあとならば問題ないこの戦いが終わった後、と…思う残分矢を褒めるがよい改めて見れば…凄まじきいようよな星の船… 木を砕いて星を喰らい命と記憶を吸い上げる魔性確かに我らは貴様を恐れるしかあるまいだが世は知っているぞ神話伝説の英雄たちはこのような時 世界を滅ぼさんとする居住のアギトへと勇気を持って自ら飛び込むのださあ突き進むぞそうしゃよう